さあ、それではやっていこうと思います。前回はね、開封レビューという感じでしたので、今回からはね、作っていこうと思います。まあちょっとここからね、話をしながらやっていこうかなと思うんですけれど、まあちょっとね、こちら今ね、まあ鍋さんの方でなかなかね、動画用に撮影するのにちょっとスムーズにいってなくてですね、まだね、CB7 本やってる途中なんですけど、撮影がこう途切れ途切れになってしまって、なかなか素材が、動画的素材がね、集まらないっていうところで、まあじゃあね、かといってまあ動画をじゃあまあやね、ちょっと当分それまでやめようと思うとね、ちょっときついので、まあね、やなんだろう、ちょっと穴埋め的な感じで FD の方はね、やっていこうかなと思います。なのでね、ちょっと FD の方はね、進みが悪くなっちゃうかもしれないし、逆にスパパパッと作ってしまうかもしれないしというところですね。ではね、早速ね、ボディの方からね、やっていこうかなと思います。で、これね、切り離さないといけない、切り取らないといけないので、今回はね、まあセブンでやっぱり目がね、こうあのヘッドライトが開いたような状態という風にしたいなと思っておりますので、まあ説明書の方でもね、まあそういう風にね、作れという風になっているのでね、まあちょうどいいやということでやっていこうと思います。で、まあここをね、取る作業はともかくとしておいて、よいしょ、そのね、パーツをちょっと集めていこうかなと。いつものごとくボディから始めていきますので、66、65だからこれだね。で、これは黒く塗るんだけど、とりあえずこの2つはいるよと。まずいつものごとくボディからやっていっていきましょう。そうすればね、ボディの乾燥がね、長くもできるのでね。これとこれとボディ色ね、ボディ色の部分、ボディからというかボディ色を塗るやつですね。で、次こちらフロントのバンパーを、説明書56番、これか、56番と下のフロントのスポイラーの部分、これもボディ色なんだ。これちょっと悩むな。くっつけてから塗装しようか、塗装してからくっつけようか、同色だし、後につけないとこのパーツがつけれないよみたいな悪さもないし、どうしましょうね。まあそれはちょっとこう考えながらやっていこうかな。こちらのね、21番、こちら、うわ、なんか今にも折れそうな感じになってる。デザイン的にフロントのここの部分に、なんだろう、モールドがあるので、そこを軸に折れそうな感じね。見える、わかるかな、ここね、ね、ちょんとあるでしょ、ここにポキンといきそうですよ。で、次ですね、ボディ色はミラーもそうですよ。ミラーは33、34、これですね。これつくところ、ここを持って塗装してあげればいいから、まあ特に問題ないか。まあね、前回のね、 FC の時のね、話とね、ほぼ一緒のような感じになるんですけれど、やっぱりね、掴むところがあるないっていうのでね、切り落としていいか、このようにね、単体にしちゃっていいか、ランナーね、からね、切り離しちゃってもいいか、どうしようかみたいな風にね。いやー、すみません、メモリーがいっぱいで撮影が途中で止まっていましたまあ続きからね、なるんでいいんですけれど、いや、びっくりした。いきなりなんか変な音がしたから、なんだろうとか思って見てたから、あれ、なんか止まってるよねとか思ってさ、見たらカメラがで、なんでいきなり止まったとか思って調べて、なんか今ね、カメラいじくり回してたら、なんでいいとか思って、データがいっぱい、ビビったなあ。これは切り落とさない方がいいですね。今さっきのね、続きなんですけど、まあ、切り離してしまうと掴むところがないよっていう風にね、なってしまうので、これはこのままの状態の方がいいですね。ということで、で、ここだけこうやって落としてしまうと、これはこれで不安定な状態になってしまうので、この U の字でこう残しておいてあげた方がいいなっていうのが思うので、ここにね、いらない部分がついてるので、こいつもどうだ、これはでも上が見えるような状態になってしまって、下はこのような感じだから、まあこれはここで落としちゃっていいか。
ウィングね、ウィングのサイドの部分ね、この状態にしてあげて、このまま塗装してあげれば、ここの、ね、下の部分っていうのは別にはあのくっつけてしまう場所になるのでいいかなって。でこれはここから切り落としてあげるといいか、こんな状態でね。でここをねこうやってこう綺麗に処理してあげたいので、これでいこう、ね、そう考えてやっていかないとね、本当後でつかめなくなってしまって、どうしようみたいな風に、ね、なってしまうことがよくある話なのでね。でボディ色はとりあえずこんなとこですか。今回はねエンジンがついてないタイプになるので、こんなとこかね。よし、では処理をしていきましょう。まあ処理っていうとねちょっと大げさな話ではあるんですけど、まあここの部分ですね。だけどまあこういうところのね、ここどうしようね。で切ったところのここにねゲート跡が残るので、すいませんねちょっとね爪が汚いね、なんか爪の中が黒いとなんか汚らしいよね、すいませんね申し訳ないです。どうしてもちょっとね仕事でこういう風に なりやすくて申し訳ないですね。なんかね見苦しいよとかね、ちょっとキモいわみたいな風にね思われるかもしれないですけど、まあ、仕事上の問題で申し訳ないです。まあ、爪をね綺麗にいつも切っていれば問題ないんですけどね、なんか爪が伸びるのが早いな。そうこれでも切っちゃったからな、切り落としちゃったからな。本当だったらだからこの状態で例えばこれね、どの道こうくっつけて見えなくなってしまうっていう風に考えれば、ここの部分をこうね掴んでおいて、こうワニ口クリップとかでね、まああと、まあ、これで塗装してあげればいいかなと思うんですけど、つけてからやろうかどうしようか。これ今取っちゃうともうねつけれないからこういう状態になるんだよね。悩むね。だけどここにねなんかトップコートとかしてぼってりになってからこれをくっつけようって思うと、そっちの方が変な感じになりそうだから、これはつけてしまうか。そうしよう、これをつけないと、つけてしまうと他のパーツがつけれないよっていうわけじゃないのでね。まあ、ここはね見えなくなっちゃうところなので、ペーパーで仕上げるとかはなくカッターだけで仕上げていこう。そうなんだよ、さっきねそれでカメラが止まっちゃってさ、あここの部分はね表に出てる部分なのでペーパーでこすっておいてあげましょう。だいたいねいつもね800番を使ってやっていくかな。まあこれでもいいし、まあねこれ視聴者さんにもらったペーパーね非常に役に立っております。これは 3M かなんかじゃないかな、まあ、こんな感じでねペーパーでこすっておいてあげると仕上がりが綺麗になるのでね、カッターとか使ってある程度大まかに取っておいてからペーパーでこすって綺麗に仕上げるのもいいかもしれないですけど、カッターナイフ出るときにはねどうしてもあの深く入りすぎちゃう時があるのでね、そこの辺はちょっと気をつけてやっていきましょう。でもちろんこのモールドの部分にねゴミが溜まりやすいので、こうやってね歯ブラシとか使って取ってあげましょう。あとで爪切ろう、気持ち悪い。爪が長いとなんか嫌だよね。綺麗にしてあればいいよ、女の人とかみたいにさ。だけどそうじゃないと、おっとトラップ、見てここにさ、このなんていうのこの丸いマークね、見えねえな。ここはこれちょっと見えるかな、このちょっと丸いねマーク、どうでもいいけど、なんかその爪汚ねえよって、すいません。まあねこうねなってるので、これはね取っておいてあげた方がいいね。だからそれを考えると、あの今とりあえずやるのはやめておいて、くっつけるのはあの捨てサフ吹いて、あのここをね綺麗にしておいてあげてから、これを合体してそれから塗装してあげた方がいいかもしれない。そうしよう、うん。でミラーの部分、このミラーの部分っていうのもこう切って、あらかたねここの部分はこういう風に切ってしまうと深くいっちゃうかな、あんまりにもこう寄せすぎてブチンと切ってしまうと、これはこれでね深く傷がついてしまうので、ちゃんとゲートがね残るように
取ってあげて、それからペーパーで取ってあげる。あれいたっけ、このペーパーも800番ね、さっきの800番のタミヤのやつと。だけどこれね、まあこれ以前も話したけどね、それぞれ会社によって規格が違うので、この 3M の800番とタミヤの800番とではね、誤差がね多少あるので、その辺はねちょっとこう慣れていかないといけないかなって思います。どれを使うかね、よく選んでね。でこんな感じでペーパーで1枚めくってあげたいんだけど、これもうステサフ吹いて、ここにねランナーの跡とか非常に濃くついてるのでね、これもその時一緒に取ってあげよう。切り落とす。まあ今回はこんな感じになっちゃうかな。次はフロントのね、あのヘッドライトのカバーの部分を取っていこうかなと思います。切り離すようなねことをね、こいつをさつけるためにさ、どうしても切り落とさないといけないんでね、これがここにこう来るよという感じになるので、そのためにこいつを切り落とす作業やっていこうかな。まあ切り方ね、いろいろあるんで、特に今回の場合は切り落としたとしても、切り落としたパーツをね再利用するっていうことないので、切りっぱなしでいいんでね、まあ結構雑にできるかなって。たまにねそうもいかない場合があったりね、切り落としたパーツはそれはそれでまだ使いますせみたいな中にはあるかもしれないんでね、まあよっぽどないですけどね。よし、こんな感じでいいでしょう。でさっきのねこのウィングのここの部分もこう切って、こう切って、ここのね部分は表に出てくる面なのでしっかり仕上げておきましょう。ただここの部分っていうのをペーパーでこういうふうに削ってしまうと、割とこう丸みを帯びてしまうことがあるので、ここは結構目の細かいヤスリとかを使ってあげて仕上げてあげるといいんですけど、結構なんていうの、気をつけないとこうなってこうなってとかこうなってだとかさしてさ、あのこう垂直が出にくいと思うので、しっかりねあの狙いを定めて綺麗にやっていきましょう。でゴシゴシ削るんじゃなくて、片方ずつこう垂直をね意識しながら全面が当たるように、片方だけ当たるように力を入れてしまうと、せっかくのこのね角度っていうのがだんだんこう傾いてしまったり、こう傾いてしまったりするのでね、あのゴリゴリ削るのではなく、当てるだけのような感じでヤスリの目だけで削るようなイメージかなにしていくといいんじゃないかなって思います。こんな感じでこうそっと慌てずにゆっくりとやっていけば OK ね。で目の細かいのでやるとね綺麗に仕上がるのでね、これでいこう。でこいつも OK。 まあということで今回この程度ですかね。で次回はちょっと待ってよ、掃除機、鍋さんの大好きな掃除機、こちらじゃん、よいしょ。次回はねこいつを切り離していこうかなと思いますのでね、また見ていただけたらと思います。じゃあ今日はこの辺にしようと思います。ダメだ、うん。